4時間前チーム最多の19得点を挙げた岩手のマイケル・ビュー・キャナン写真 B リーグ国内外のバスケ情報をお届け。9月8日、山形市総合スポーツセンターで、B リーグ東北アーリーカップ2017の1回戦が行われ、岩手ビッグブルズが青森ワッツと対戦した開始早々からマイケル・ビュー・キャナンを中心に攻め立て先行すると、23-19 で最初の10分間を終える第2クォーターは互いにミスが目立ち、7-8のロースコアゲームとなったが、3点リードでハーフタイムを迎えた写真 B リーグ第3クォーターは一転して点の取り合いとなるも、藤江辰徳が9得点を挙げるなど、計25点を積み上げ、5-5の4球で第4クォーターへ最後の10分間は開始2分11秒で点差を11点に広げたが、そこから立て続けに失点を喫し、試合終了残り1分43秒で 6-7の6-7の同点に追いつかれる。それでも、同31秒から藤江のジャンプショット、永田浩二のフリースローで逃げ切り、最終スコア 7-3の7-0 で試合終了。3点差で勝利した岩手が、秋田ノーザンハピネッツの待つ2回戦へ駒を進めた。試合結果、岩手ビッグブルズ 7-3の7-0 青森ワッツ、@山形市総合スポーツセンター、岩手、23パイプライン7、パイプライン25、パイプライン18、パイプライン=73青森、19パイプライン8、パイプライン22、パイプライン21、パイプライン=70、B リーグアーリーカップ2017試合結果一覧、トゥスバスケットバ。